お番です。お番です。あ、もうやっぱね、やっとね、こう、アブラブロの皆さんがね、ちゃんと、お晩です。お晩です。みたいな風にね、言ってくれるようになりまして。いやー、嬉しいな、やっぱね。行くもんですね、50万人。やっぱ、嬉しい。ちょっと、にやけちゃダメだな。ちょっと、にやけるのちょっと気持ち悪いですね。今日もですね、深夜のデカキン YouTube 生放送を始めたいと思います。登録解除祭りはしないって祝いに場だぞ、お前祝いの場で何で俺を炎上もしてるのお前、登録解除祭り処理で開始して、お前。 やだわ、俺、そんなの。満足、もう寝るわって早い、お前の満足度。お前の満足度、これぐらいだ、お前も。うすぐピッて言うて、もう寝るわって、もう。早いんだよ、満足度達成すんの。ありがとうございます。ということで。はい。ちょっと、発作が。ごめんなさい。ちょっとですね、あのー、まあ、今、アプリでね、太ったっていうやつを見せたんですけど、出かけにリアルにあの、今、133キロありまして、マジでやばい。こんなに太ったことなくて、 事実上の本当にやばいですね。発作が。もう、食べてるだけでむせる。結構やばいですね。 ほんと申し訳ない。ちょっとほんとに、あの、覚醒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 じゃないんだ、お前。イケボラジオじゃないだろ、お前。またそれも、まあ、来年あたりかわかんないですよ。年末に復活するかもしれないですし。そろそろほんとにね、あの、痩せなきゃいけないっていうね。明るく元気に今日も生放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではですね、じゃあ早速始めていきますよ。えー、出書きにですね、3日前ぐらいですかね、アブラブロのみんなへ、近々チャンネル登録者50万人祝い YouTube 生放送します。 そこで、50万人いったデカキンにやってほしい企画を募集します。えー、タグ、デカキンおめでとう。タグ、デカキンおめでとうのタグをつけて、ぜひ、つぶやいてくださいというのを、えー、3日前ぐらいにさせていただきました。はい。それではですね、それがもうたくさん集まってますので、読んでいきたいとうちょっと火強いですね。ひじ膝焦げるかと思った。50万人突破したデカキンにやってほしいこと。はい。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい。タグ、デカキンおめでとう。ありがとうございます。おっぱぶじゃほら おめでとう。やからじゃねえか、お前。一発目でやからのコメント読んじゃった、俺。早いよ、お前、やから出すの、お前。やからとか出せなくていい。違う、やってほしいこと書いてください。タグ。デカキンおめでとう。ありがとうございます。えー、福岡でオフ会。いつもデカキンさんのイベント行きたいけど、東京ばかりで行けないです。お願いします。なるほどね。地方のオフ会をやってほしいってことですね。いいですね。ああ。これをやっぱ、オフ会はやっぱやってほしい。 オフ会は、まあこれラグがね、3秒、4秒ありますから、3、2、1、はい。餃子食べてみた。関係ねえわ、お前もう。徳島来いとか、あー、なるほどね。埼玉来てとか、あ、やっぱ地方のね、やつがね、やっぱしてほしいっていうのがあるんですね。ちょっとね、出かけもね、地方もあるっていうのはちょっと興味あるんで、はい。ぜひこれもちょっと参考にしたいと思います。では次行きましょう。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。えー、全国のスーパーでデカキン詰め放題を開始する。 デカキンそんなたくさんいないのよ。あの、デカキン基本一人しかいないから、その詰め放題っていうかもう詰め放題現場に俺がポツンと立ってるだけなんいないね。こんな詰め、詰めれない。いいねじゃないんだって、お前。たくさんいないんだって。詰め放題って俺がなんか裸でお前ビニールに詰められてるとこ見てもなんも楽しくないだろ、お前。もう気持ち悪いだけだろ、お前。そんなの。ごめんなさい。ちょっと。これで、ごめんなさいね。これはちょっとできません。はい、すいません。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。50年寝る。 違う、もう、永眠だろ、お前もう。一生寝ることになるんだろお前もう。もう一年寝るだけでも永眠確定なんだって。50年も寝たら、もう全然起き上がれない。いびきもかかない。タグ、出カ金おめでとう。はい、ありがとうございます。えー、全力で助走して、その上から断層。全力、全力で全力で助走して上から断層。ちょっと膨らんだ出か金になるだけだ。<laughs> ちょっと膨らんだ出かけになるだけ。違う。あの、意味ないのよ。全力で助走だけでいいわ、それだったら。センスあるとか、いいね。笑い方可愛いなとか、お前が、お前、おい、JK がお前、JK がおじさんの笑い方褒めてんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ、お前。なんでお前、お前、ペットじゃねえぞ、おめえらの。ふざけやがってよ。なんだ、顎でビンタしてください。顎でビン、何が見たいんだ、お前。顎でビンタしてくださいって。続いていきましょう。どんどん、山ほど来てますからね。ちょっとこれは嬉しい。ありがとうございます。 続きましてタグっかきをおめでとうはいありがとうございますえー、ランドレース買ってランドレースってあの長い豚がいるんですよねランドレース買ってしばらくしてからさばいて全部食べて頼む悪いことは言わんからってお前もう相当ねランドレース買ってしばらく経ってたらね俺もうそのランドレースのことをお前家族だと思ってるからなそれをお前さばいて全部食べてっていうのはもう修行以外の何者でもないわそれはご,ごめんなさいこれはもうごめんなさい これできません。ランドレース一回勝っちゃったらもう俺無理だから。悪いけど。どっちがランドレースって俺長い豚じゃねえわ、お前。長さがねえだろ、お前。豚かもしんない。豚じゃねえわ、お前。なんだお前、それ。タグ、出かけおめでとう。はい、ありがとうございます。脇毛を胸毛につけてみた。不思議なことを言うな、お前。不思議なことを言うな、お前。なんでお前脇毛を脇毛を抜くのか。これ抜いていいのかな脇毛を抜いて胸毛につけてみた。 不思議なことを言うな、お前。なんで脇毛を胸毛につけなきゃいけないのセンス良すぎるとかじゃないんだって、お前。病気の豚って、お前。急な悪口やめろ、お前。急に俺のこと、お前、病気の豚って、お前。とんでもね、悪口言ったな、お前、マジで。お腹子供いないって妊娠してないんだって、お前。今年で、20歳迎えますって、お前な。お腹の中で成人式迎えねえねえわ、お前。ま、でも斬新な企画ですね。じゃあ続いて、どんどん行きましょう。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。これ、この子ね、何個もね、書いてくれてるんですけどね。はい。熱湯風呂を、 見守る。入れよ、お前ネット風呂あったら入れよ、お前なんで入らずに俺ネット風呂をブク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 言ってるの見守らなきゃいけないの入れネット風呂もうその企画やれとかで見守ってる奴なん誰も見ないって一番おもろいそれってな、見てるだけだぞ俺の感覚が狂ってるのかどういうこと俺が違うのなんでみんな最高とか言うの俺のセンスがおかしいのかネット風呂を見守る。 じゃああ続いいいてタグでかきおめととううはい、ありがとうございます50万人を記念してクレープ50万個作ってみたをやってほしいデカキン大好きおっぱぶありがとうございますもうねもうおっぱぶってもう叫ぶんですねこれねもうやっぱ数だよね数の問題がやっぱありましてあのデカキンがですねえっ、ー、と12月24日えー、クレープをですねキッチンカーで夢のクレープ屋さんを1日だけやるんですけどもあのー 数をね、捌けない。無理。俺、素人だから、あのー、だから、100名とかになるかもしれない。限定で100名、200名とか、まあ、その時に来てくれてた人、100名とかになっちゃうと思う。だから、ちょっと不安だよね。まあ、出かけの本当のアブラボルのファンっていうのは、まあ、100人くらいしかいないから、いいんですけど、だから、他の人もね、来てくれるかもしれないから、ちょっと数、 が、えっと、12月24日、楽しみにしてくださってる皆さんもしかしたら早い者勝ちで終わるかもしれないので、そこだけすいません、お願いします。タグ、デカ金おめでとう。はい、ありがとうございます。ロレックスの時計を爆買いしてみた。中国人じゃないんだよ、お前。中国人だと思ってんだろ、俺のこと、お前。もう結構、お前、食い気味で中国人って言ったお前もう。爆買いさせんな、俺に、お前もう。似てるやつすげえいるけど、俺。あの、最近めちゃめちゃツイッターで、あのー、 デカキンさん、ゲームめっちゃ上手かったですね、みたいなこと言われることがあって、あのゲームめっちゃ上手かったですね、みたいな言われてて。なんだろうなって調べてたら、デカキンに顔そっくりな人が、あの、韓国のプロゲーマーにすげえ多いの。韓国のプロゲーマー界に、あの、10人以上いる、デカキンにそっくりな人。この顔、韓国のプロゲーマーの顔してんの、俺。 ゲーム全然できないけど、ちょっと皆さん、あの、間違いないように、あの、プロゲーマーの人に、あの、絶対迷惑をかけたくないので、はい、クロンブタって読むな、お前もう。プロゲーマーに失礼だろ。タグって課金おめでとう。はい、ありがとうございます。ローカルグルメ、日本一周の旅で。ローカルグルメ、日本一周の旅。やってみたい。これは、めっちゃやってみたい。これはもう即採用ですね。これ採用。ビッチ黙れて、ビッチって読むな、俺のこと。どこら辺がビッチなんだ、俺の。続きまして。 はい。タグ、デカキン、おめでとう。はい。ありがとうございます。えー、母に恩返し。急な優しさ。何この急な優しさ。アブラブロにとっての唯一の希望。母に恩返しやっぱしたいよ。それはリアルに。母親の案件って何だお前もう。母の恩返しは母親の案件とかあるわけないだろお前。母親金払って、俺金もらって、あ、じゃあ恩返ししますねって。やだろそんな家族。これは、あの、個人的にちょっと母の恩返しは、 とりあえずやってきます今後。そういうのは見せるもんじゃないから。そうです。はい。タグ、出かキおめでとう。ありがとうございます。えー、やっぱり、てん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 。24時間生放送 ?24 時間。死ぬわ、俺も。こんな調子で24時間お前も。24時間俺ね、マジでいけないと思ってそのマジで、あの、そっちから見えてるかどうかわかんないけど、こっちから見えてるコメント欄は結構正期末だから。タグ、出かキおめでとう。はい、ありがとうございます。やっぱり、他の YouTuber がやったことない ことをやるとしたら、デカキンのチャンネルをプレゼントするのが無難かと、かっこ名推理って。なんだよ名、名推理でも何でもないよ。デカキンのチャンネルをプレゼント、デカキンのチャンネルをプレゼントする。誰にごめんなさい、これはもう調子乗ってるわけじゃなく、デカキンのチャンネルはデカキンが出てるから見てるわけでしょこれはちょっとプレゼント、視聴者プレゼントでお前当たった人が困るだろ、お前もう。デカキンのチャンネル、デカキンのチャンネルもらったらどうすんのみんな。消す。消す。 消す、売る、転売、削除。売る、売る、売ると消すしかないわ。あげたくないわ、俺の思い出のお前。一からお前、コツ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 やってきたお前、努力の結晶お前、売ると消すしかないやつに。文化祭で売るとかお前、簡単に売るなお前。なんで文化祭でお前チョコバレナとか売ってる隣で俺のチャンネル売るんだお前。川に捨てるって物じゃないんだって俺のチャンネル。川じゃない、その、3、2D。 2D だから、お前、川に捨てたつもりでも捨てれてないんだって、お前、削除しないと。あれ、ごめんなさい。すいません。これは本当に、あの、申し訳ない。放置。放置ってなんだ、お前、最後。放置するだけのやつに俺あげたくないよ、お前、チャンネル。タグ、出かキおめでとう。はい、ありがとうございます。雑草を食べてみた。いや、これね、やろうと思ってたの、マジで。 あの雑草っていうヒカキンさんとセイキンさんっていうお二人があの雑草っていう曲を書かれてもう真っ先に雑草食べてみたっていうのをやろうと思ったんだけどいいよねこれねいや俺もめっちゃいいと思ったのなんかだって食べれる雑草ってあるから天ぷらで揚げたら美味しいと思うしいつも食べてるだろうとかやめろお前そんな恥ずかしいことしないってえ今やってる人いるの雑草食べてみたって東海がそんなのやってたお前東海オンエアいつも俺の先行くな 東海のパクリ東海オンエアやってた違うよ。違う。ネギ食えとかじゃあ、今違う違う。草のどれを食うかな話してるわけじゃないんだって。違う。あの、雑草っていう曲が出た後だから。出、出る前でしょ、それ。あの、東海オンエアが雑草食べたの。メグウィンがやってたとメグインさんもやってたのも雑草って曲が出る前でしょ。それは趣味でやってたことでしょ。俺はその雑草って曲が出たからやりたいの。 出たからやりたいのそれ。ニラ食べろとか違う。どの草を食うかの話はしてないんだって。もう、ちょっと一回デッドブル飲むわ。<laughs> もう、翼さずからんとお前ら対抗できないわ、もう。デッドブルって、お前、なんで死ぬドリンクなんなだ死ぬドリンクなんだ、お前、その、デッドブル。いえ。<coughs> 続いてタグ出かけおめでとう。はい、ありがとうございます。動物園でバイトしてみた。かっこ動物側で飼育されてる方。飼育されてる方でやんのか、俺。じゃあその動物園でバイトはしたい。とりあえずその動物と触れ合ったりしたいけど、その動物側でっていうのはただ俺が檻に入ってるだけだろ。もうなんも、なんも辛くないわ。俺動物園いたら行く。俺動物園いたら行くって人どれぐらいいるの見に行かない。食われるぞ。真っ先に見に行く。 うん、豚のレースやれば、もう豚前提なんだな、俺。行く。行かない。顔あろた。行く。行かない。行かない。行くわけない。犬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 いる。最後、犬いた、最後。わけわかんない。最後、犬出てきた。タグ、デカキンおめでとう。ありがとうございます。どうしても読んでください。最近辛いことがありました。そんな時にデカキンさんに元気づけられました。本当に大好きです。太ってますね。最後余計だわ、お前も。 こいつ最後一言多い言。一言多いけど、このね、なんかこう、嬉しいですね。この、なんか <laughs>、これね、こういう、うわ、ちょっとね、嬉しいですね。これは本当一瞬泣きそうになった。これね、マジね、泣きそうになったわ。これ本当に、嬉しいですね。なんか、こういうこと書いてる。嬉しいですね。 いや、嬉しいなあこういうこと。やっぱね、こういう。ま見えないのか、お前、これほら。涙、涙出てる。涙出てるだろ、お前、もうこれ。尻出すなって、お前。尻から汗出てるわけじゃねえんだよ、お前。演技やめろとか信じろ、お前。俺の涙、お前。ダイヤモンド、お前。目から出てるダイヤモンド、お前。信じろ、お前。レッドブル出すなって、お前。そのまま飲んだら、こっからビュって出なよ、俺。 すぐビュって目から出るタイプの人間じゃない天才女優かよって男優だろお前。男優はちょっと AV っぽいから嫌だけど、こういう感動することをごめんなさいください。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。デカキンさんの動画を見ていたら、勇気と元気もらいました。人を笑わせる人はなかなかいないと思います。即興してます。油風呂でよかったです。<laughs> 嬉しいっすね。やっぱこういうことを書いてくれると。俺 <laughs> <laughs>、<laughs> <laughs> やっぱね、こう、50万人になった時にね、その、あの、何万人突破みたいな時にね、あの、デカ金じゃね、祝われたことない、ね。大体ね、10万人、20万人とか行った時って、あの、大体ね、あの、やっと突破しましたーっつった瞬間に、5秒後に、あの、また、 99,999とか戻ってたりとか、その解除祭り始まってたから、いつも。今、炎上した人がね、登録解除祭り行われてるけど、昔からやってっから、俺解除祭り。最後はやっぱデカキン泣かして終わろう。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。デカキンさん、えー、本当に大好きです。 えー、さっきのコメントで泣かせてしまったものです。あ、またすぐ読んじゃった。ちょっと恥ずかしいですね。そんなにコメント来てねえのかなっていう。そんなリップ来てなかったのかなって。またすぐ同じ人の読んじゃう。えー、本当に尊敬します。雑草良かったです。えー、セイキンさん頑張れ。セイキンさんと勘違いしてた俺のこと。タグデカンおめでとう。はい、ありがとうございます。えー、デカキンさんのおかげで楽しく YouTube 見てます。えー、いじられて大変だと思いますが、そこで、 笑いを取る人間性がすごいと思います。間違えました。豚でしたね。か <laughs> 最後の一行いらない <laughs> 最後の一行いらないあれさえなければおだれやめてじゃないんだ、ね、ラッパ吹くなじゃないんだって。鼻を、鼻水だろ、お前もう。 目と鼻のダイヤモンドだろお前演技うめえなとかいいってタグデカキンおめでとうはいありがとうございます絶対読めああ読ませてもらってますデカキンの動画見てすごく元気になるありがとう本当に大好きでもこのままだと登録者数伸びないよこのねほんと現実に引き戻されるこうギュッとこう今俺感動でねブワー泣いてたところがね このままだと登録者飲めないよって、ゲッてこう、戻される。ねえ、全然泣けないっすね、今のは。タグ、デカキンおめでとう。はい、ありがとうございます。デカキンさん。やっぱあんたすげえよ。アンチさえも信者に変えるって本当にすごいことだと思う。最後に、うちに大好きな言葉を送ります。最後に、うちに大好きな。うちにって何うちって誰うち。 うち、何うちって誰うちにって自分のことじゃないの何どういうことおちんちん、おちんちん。全然泣けないですね。もうちょっと、あの、ごめん、あの、文章書けるやついるこの中に。作文書いたことあるやついる今まで。その、ちょっと作文書いたやつちょっと書きに行って、ちょっとツイッターの方に感動できるのください。タグ、出かけおめでとう。はい、ありがとうございます。良ければ見てくださいねあ。いいですね。こういう下から行く感じいいですね。あなたの生配信が本当に好きで、 今日も学校があるのに待ってしまいましたすいません夜遅くに実際今も見ているのですが本当に笑いが絶えませんね明日遅刻しても悔いはありません本当にデカキン好きですこれからも頑張ってあれ首ってどこですかここですこんなのいらないんだよ最後感動なの欲しいんだよ俺はああ来た来た来たこれはい タグ、デカキおめでとう。はい、ありがとうございます。アブラぶロごめん。笑いいらない。感動なのちょうだい。ほんと、笑いいらない。ほんと、ほんと。マジでごめん。笑いいらない。違う、ごめん。俺が言ったことだけ書くな、お前。<laughs> クソしょうもないこと言ってるじゃねえか、俺もう。俺言ったことだけお前文字にしたらクソしょうもないわ、お前、こんなの。タグ、出かキおめでとう。はい、ありがとうございます。 ホームレス生活ですが、コンビニのフリー Wi-Fi からいつも楽しみに見てます。ホームレス、携帯持ってんの今。これだけが楽しみです。いつもありがとう。ホームレスの方も見てくれてるっていうのは本当ありがたいです。ありがとうございます。本当ね、いろんな人、なんならあの、こっち系の人も見てるっていうのも、あの、なんかね、来て怖いなって普通に思いましたけど、タグって書きおめでとう。ありがとうございます。えー、いつも動画見て笑わせてもらってます。 特に生放送は YouTuber の中でも群を抜いている面白さだと思います。いやいや、ありがとう50万人おめでとうございます。これからも頑張ってください。これ早めに読んでたらもう絶対泣いてたわ、俺。後でちょっと寝る前にちょっと全部読みます。もうありがとう。うわー、すごい。Twitter でタグデカ金おめでとうで検索して最新で見てたら、みんながこうデカ金をこんな褒めてくれてるのを見てね、まあ、わかんない。最後にね、なんかもう豚だもんとか色々書いてあるけど、でもこう、 そうだねこういうの見ると結構くるねなんかそのやっぱそのなんか50万人っていうのはねもう今 YouTube 界ではまあ大した数じゃないの本当に100万人とか行く人多いから本当に 大した数字じゃないんだけど、こう俺の中ではね、もうやっぱ、こう、徐々に徐々にコツ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 だったんで、あと、まあ、俺が動画出してないのが悪いんですけど、っていうのもあって、だから、すごい、そうだね、なんか、すごい、俺にとってはすごい数字で、えー、本当に感謝します。えー、えー、そうだね、なんかこう、 あのねもう本当あのこういう達成した時にもう視聴者さんのおかげですみたいなのは俺もう言うのやめようと思ってたもうその違うじゃんとそのなんかその視聴者全員に言うのは違うじゃんと思ってたからもうずっと応援してくれてる油風呂の人に言うのが本当であってその関係ないアンチとかねそういうのにも言うのは違うなと思ってたんだけどでも実際元はみんなもう出かけ人からしたらもうみん なんて言えばいいんだろうなデカキン好きになる人って大体アンチから入ってる人が多いからだからそういうそうっすねだからそういう意味で本当にアブラブラの人も、えーまあ、アンチの人も、えー、本当に、はい、そうっすねありがとうございますということですはいえー しかしもう鼻から上だけは100円ツイキャスで言われましたお前をとの出ない人度毎日楽しみにしてます皆さんからのコメント欄朝起きてみると書かれてた森に帰れファキュー自信作は伸びなくてしょうもないやつが伸びてゆく 街歩くと笑われるちょっとだけ似てるからハハハハってかきはいつももうみんながいるからこその僕なんだみんなのこと楽しませたそれが僕の夢だから果てしなく遠い夢 YouTuber への道走りきれこれからもたくさん またゆうようでかき TV レッドゴーでかきのまわりみんちゅうぼうはな厨房鼻からいじられるでかキン2チャンネルでいわれましたひかキンとたれぞのむすこまいにちたのしみしてますでかキンでツイッターのエゴサーチとあるひとがついとしたリップがひかりのはやさ ニコ動で人気と聞きました。僕はとても浮かれてました。紹介されたチャンネルが、もっと学ぶ太ったヒカキン。ほももも。でカキンは、常に思うみんながいるからこその僕なんだ。みんなに恩返ししたい。それが僕のテレビだから。 「いつまでも初心を忘れずにみんなとは大切にする」「これからもたくさん笑って」「明日また夕陽で書き t よ本当はニートじゃなくて芸人をしている」 ベタなボケでおなじみのビビーフロートの西アン芸人を諦めて泣いた日趣味で始めた YouTube ここまで俺が来れたのは絶対みんなのおかげなんだよ応援をしてくれたみんなにデカきン 笑いに溢れてるから果てしなく遠い夢 YouTuber への道走りきれこれからもでかきン頑張れ明日また家をデかキン TV レディゴララ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 デララ 50万人本当に、えー、皆さんありがとうございました。